回ね、まあ、こんなことないだろうっていうのを、はい、平塚の F1 の決勝で、はい、もう引退された鈴木誠がまくってた時にね、はい、タイヤが外れたのよ、5車の。それでもね、はい、その状態でね、はい、まくりきって、うん、でまあ、そんなんだから失速して、はい、抜いて優勝したんだけど、はい、あれはなんでこんなんでも走れるのっていうのね、あれやっぱりね、はいはい、一番なんかすげえなこいつって、ね、それは覚えてるね。めったないでしょそんなこと、まあ、バチャバチャバチャーなんつってさ、はい、ふと落ちるじゃない。やっぱり、ね、人の目は意識してたよね。まだ先駆者とかの時に、はい、やっぱり行かないっていうと、そのセリオ怖がってるっていうか、うん、セリオ怖いっていうから負けるの嫌とかもあるよね。となんだだらしないなってね、あいつ負けの看板背負ってて、ね、行かねえのだらしねえなと思われるのは嫌っていうのはあったよね、うん、まあ、周り見られて、なんだ行かねえんだ大したことねえなっていうね、うん、だから逆に、まあ、先駆者のかなったら、はい、あ売り時かなとかそういうような気にもなったこともあるし、うん、はい、まあ、レース終わって食事でね、はい、本田さん魚食べるの上手ですねって言われたのをね、なんかそのイメージを覚えてるんだよね。綺麗、綺麗にあの食事を食べますねって、食べ方が綺麗したのかな。あ、それを覚えてますね、うん、それがね、はい、なんかそういうとこまでこう見てんのか見られてんのかなっていうのはそれは覚えてますよ。あ、なるほど、ね、うん、本当に本田さん魚の食べ方が本当とても綺麗で、で、あの球児の方が下げやすいように全部綺麗にまとめてて、やっぱり強い選手のこういう気遣いもしっかりできてるいやいやいや、本当にやっぱ気遣いができる人であると強くなれないんだなっていうのを本当学ばせていただきました。いやそれ向こうに今笑ってるのがいるからさ。いやそんなことないですよ本当にその、はい、ケンジさんもそうですけど、やっぱり強い選手っていうのは皆様本当に気遣いが、うん、はい、素晴らしい方々ばかりです。気遣いかね、もうなんか、うん、ケンさんなんか、はい、もう我が道行くだから。そうなんですか。終わったけど、うって終わりだから。いや、もう本当でもお客様にも周りにも、はい、なんてその画を通すとこは通すなんて、それはもうね、はい、しょうがないけども、やっぱりちゃんとね、こう周りを見てくれてたよね。あ、うん、そうですね。うん、で、一回は山内邦夫さんがもう引退されてから、はい、ケンさんはやっぱり特別な経理なんか来た時あるじゃない、はい、そうするとやっぱり、ね、こうみんなをまとめよう、ムードを上げようとかね、うん、そういうのをねすごい気遣ってるなっていうのはね、まあ、ケンさんにはすごい感じたよね。やっぱケンさんが言うことはやっぱりこれちゃんとね盛り上げていかなきゃなっていうような気持ちにはなった、はい、やっぱこういうのこう流れてると、はい、その経理に興味を持ってくれる人も見てくれたらいいよね。そうですね、はい、広めてください。 ありがとうございます。2010年に引退されたんですね。そうですね、自分も10年、はい、そうですね、はい、はい、で戦歴をその拝見させていただきますと、はい、446勝と。ああ、はい、秘訣ですか。はい、まあ、勝手に走らせてもらったからですかね。結構ね、はい、現役の俺の頃はラインとかにこだわらずね、はい、勝手に走らせてもらったんですよ。結局自分もね、結構いい加減なところがありまして、でついてくれた人が、はい、やっぱ嫌な思いするのが自分も嫌なんですよ。行けなかった時とかね、はい、だからそれだからもう一人で走らせてくださいって、はい、大体もう短期で走ってました。あ、そうなんですね。難関とかラインにこだわらずね、はい、ですから本当に難関の人には失礼なんだけど、はい、まあ、戦わしておいてまくっちゃったりとかっても結構あったんで。あ、そうなんですか。だからまあつかないでくれとは言わないけど、どうしてもつきたいって言うならあれでしたけど、はい、大体もう短期で走らせてもらってました。後半の方はね、しげなみがね、はい、行けなかった時にね、はい、ちょっとお互い嫌でしょ。そうですね。でも、まあ、展開で行けない場合もあるからね、はい、だったらもう一人で走らせてもらってましたよ、はい。